こんにちは。フラジの NGG です。2020-09五輪。今回は、このツインサーキットを行います。このサーキットの1ブロックが、デコボコのレーンと、スロープレールになっています。カーブもあり、なかなか難しいと思います。そこで第1回戦はデコボコレールコース、第2回戦はスロープレールコースとして戦い、勝ち残った車が両方合わせたツインサーキットでファイナルレースをします。よろしくお願いします。
かがでしたでしょうか。8台の車が勝ち残りました。ファイナルではどの車が勝つのでしょうか。では